はい、というわけで皆様どうもこんにちは、おわたびことガルナです。初日の20時のターンになりました。まあおそらく相当もう皆さんね、やり込まれている方、それから初めてね、このスプラトゥーン2に触れる方ね、いろいろと混ざってくるんじゃないかと思います。今回はね、このスプラッシューター、ついにね、普段触ったことのないシューターですけれども、やっていきたいと思います。このね、いやー、マルチミサイル、これがどんな感じでできるかっていうのがとても気になるところですけれども、まあとりあえずジャイルの感覚は2でいきましょう。よし、ではいきます。さあ、縄張りバトル、たくさん縄張りを確保しろ、バッテラストリート。さあシューターだ、やっていこうじゃないか。おっと、こっちはいいチーム、向こうはローラーに間に合うか間に合うかと。よーし、オッケー。さあ、じゃあ早速始めましょう。ちなみにサブは、エピックボムでーす。だいたい 40% くらいでいいのかな。さあ、まずはカニ歩きできちんと縫うところを縫っていく感じ。こういう細かいところもすぐ縫っていきましょう。なんかいるね。危ない危ない。まずはきちんと引き打ち。ね。ゴミ出した引き打ちをしていきたいところ。さあ、ジェットパックが溜まったけれども、あ、4ついた、いいよ、これ16連打できるのはいいですね。さあ、これ誰か、あ、2人倒すことができますね。なかなかに、お、いいですね。敵も全滅。よーし、ディスキューまずいだ、ディスキューまずいだ。ね、もう慈悲もクソもあるか。よし、やってやろう。よし。さあ、今のうちに、ね、次のジェットパックを溜めておきましょう。そして、よいしょ。よいしょ、向こうにいるでしょ。いいぞ。OK。一人やっつけていく。そこにいるね。危ないよね。おっと、倒すことができた。よし、集中したぞ。あ、直撃で。OK、ナイス。人のキルを取り上がって。おっと、危ない。なんか来てる。危ない。なんとか、なんとか。そこにいるか。と、そこか。もう一丁。あー、なんと控えてしまった。なかなか。やっぱりな、上のローラーが強いですね。はいはい。もっと自陣塗りがそこまで綺麗じゃないですね。自陣塗りが綺麗じゃないなら、私はきちんと自陣を塗っていこう。よし。さ、ジェットパックも、あ、違う、マルチミサイルも、ぼちぼち溜まっていく頃合いかな。あ、よし、4発しか当たらなかった。もったいない、もったいない。そこにいるなら、いいよね、そこに。あー、今のはあいつか。さあ、最初は調子が良かったように思われましたけれども、そんなことはなかったぜ。ね、やっぱりシューターってのは難しいで。おっと、自陣が甘い。まあ、ここが自陣と言っていいのかどうかは若干わからないけれども、まあ、ちゃんと、しっかりと塗っていきましょう。お、待って待って待って。待って、後ろにいたよ。はい。ね。あー、なるほど。真ん中がだんだん取られてしますね。真ん中が取られてるんだったら、きちんとね。お、今のよく相打ちにしてきたね。縦振りが当たっている感じ。さあ、どうだろう。真ん中が取られて、でも敵は自陣で甘いぞ。ってことは最後に頑張って真ん中を取ることができたらいいでしょう。まずは1発、そして2発、そしてなんだかんだ3発、そして最後におまけにもう1発。さあ、4発投げることはできたけれども、どこまでいけるか。おー、クイックボムのね、しぶきはなかなかに大きい気がするけど、結果はジャッジ君どうだい？最初のマルチミサイルのところまでは良かった。うん、以上です。まあね。まあね、最初からそんなに簡単に勝つことができたらね、それはね、動画としての努力がないでしょうね。そう。最初は困難だったけれども、どこまで頑張れるか。さあ、続いて縄張りバトル。たくさん縄張りを確保しろ。富士壺スポーツクラブですね。さあ、こちらは4種類。向こうはローラー2丁。チャージャーがいないんだったら、まあ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 。おっと、忘れてた。ナイスをしていこうぜ。さあ、今回のこのね、戦闘音楽もだいぶなんか、ね、一種類だけかなと思ったら、なんと二種類、三種類とあって、なかなかに良かったなと、なんか来てるぞ。もっと、早速やられている。あれ、そこにいる？いないよね。あ、そこにいる。よいし
よし、1、よし、3体いたね。これで12発やることができた。さあ、果たして1体ぐらいやっつけることができるかな。あ、みんなに逃げられましたね。残念でした。まあ、いやいやいや、まず塗ってこう。さあ、カニ上げてみてけ。そう、まずはね、自信塗りが大事。そう、こうやってサクッと塗るだけで中いる？あ、ナイス。なんだ？あ、見えなかったマルチミサイルがあったんだね。さあ、しかし、すっかりピンチがついているけれども、まあ、ね、落ち着いて自陣取りをしていきましょう。はいはい。さあ、ここも塗ってなかったね。落ち着いてね、見ていこうか。あそこもダメだね。あ、その辺にいた？なんかいたよね。いい体。はい、じゃあ、とりあえずこれ。よし、そして、着地狩りというか、お、頑張れ、着地頑張ってけ。どこが塗ってない、あ、ここが塗ってないのか。はい。ね、きちんと、ね、マップを見るのが大事ですからね。そして壁塗りをしていこう。よいしょ。止めないです。そして逃げていく。あー、素晴らしいで、そこから上がってくるかな。いない。どこに行ったかな。登ってけ。おっと、なんということだ。これ見ないというね。ローラーは上の方が有利だから、引き打ちをしていこう。引き打ちができない。そこにいるでしょう。よし、キー。さあ、敵は荷物。待って。ああ、今倒せなかった。ナイス、味方。ナイス。さあ、マルチミサイルができないけれども、まあ、いい感じにね、できてるから。あれ、どこ塗ってないんだろう。あそこか。ここ。ここね。はい。あ、こういうとこ塗ってないんだ。こういうとこ、そう、こういう時に食い込むんですね。いいですね。OK ですね。おっと。さてと、最後に、ラストマルチミサイルと行きたいところだけど、どこ、いないんだよ。あ、いた、2発。さあ、最後にポンポンと2発投げて、さあ、どうなる。さあ、ファイナルクリスタルダストのね、代わりにマルチミサイルでいろいろとね、インクを撒き散らすことができましたけれども、結果はどうで、これは勝ったんじゃないんでしょうか。ドン、やったぜ。さあ、というわけで、見事に決まっていったわけでございますけれども、うん。さあ、というわけで、今回のボーイはとてもボーイッシュだね。いやー、塗りましたね。1913ポイント。素晴らしいんじゃないんですか？さあ、というわけで、ね、どうやらね、1動画、3試合あった方が10分以上になるかなということで、もう1試合やっていきたいと思います。さあ、縄張りバトル。たくさん縄張りを獲得ほしいの、富士坪スポーツクラブ。さあ、クラゲが一生懸命のクライミングしてるけれども、命綱もなしに大丈夫なのかい？さすが軟体動物だね。さあ、チャージャーがなんかめちゃくちゃいるね。ね。チャーニとチャーニ。ね。まあ、これはチャージャー対決っても過言ではないでしょう。さあ、私はね、平和主義に。ね。こうきちんと、まずは自陣をきちんと大切に塗っていく。そして、チャージャーに対してロックオンして、で、自分の持ち場から離れさせること。それが割と大事なのかなというふうに思いますけど。おや？何やら。もうこれいいでしょ。2発。はい。ね。2人同時に落ちてたとか、そこでね、早速撃っていきましょう。そしたらね、敵もね、リスポーン地点の付近がね、こう、揺られていると、なんか来てる？待って。お、ナイス。倒してくれた。ね。やっぱね、ジェットパックはね、チャージャーのいい的になっちゃいますからね。というところは、クイックボン。オッケー。壁もどんどんね、クイックボンで塗ってれば、ここは塗れないやつだね。オッケーオッケー。よいしょ。うん、いいですね。さあ、塗ってこう。どんどん塗ってこう。いやー、塗るだけでも楽しいね。待って。あれはチャージだ。あれは悪いチャージだですね。でもなんか定点観測してるね。大丈夫かな？なんかいなかったその辺。待って。よいしょ。ジェットパックがいる。待って。危ない。2発しかダメだった。よし。まあでもこれ、塗られていいでしょ。よし、ナイス。いるんだよ。OK。冷静。ね、ちょっとヒヤッとしたけど、あくまでも冷静を装っていく。これは冷静に行こう。上に対したクイックボールだ。
ナイス。これで OK だね。なんかいる？ナイス。素晴らしいね。あのチャージャーに対しては、いるよね。はい、OK。よいしょ。あ、ダメか。さてと、残りは、ジジミリが割と汚いところがあったりするかな。あそこにいるか。OK。どこにいなかった？なんか来てる。あ、でも倒してくれたね。OK、ナイス。さてと、そうなると、さ、はい、3体同時に。いいね。やっぱリスポーン地点に対してこうやってドスンとやっとけばいいですね。そして、クイックオフできちんととどめを刺していく。ね、自前でさ、なんだろう。ね、連携が、一人でも連携が取れるのはなかなかいいですよね。あ、ナイス。いやー、やっぱり、味方が強すぎるっていうのがあるかもしれない。危ない、危ない。え、ついうっかり、なんか自分から地震事故を起こしてしまうところでした。あとなんかこちら側抜いている、なんかいるから、いなそうだね。よいしょ。おっと、よし。はい。さあ、最後は、うわー、行くぜ。ふっ。ふっ。ふっ。ナイス。さあ。リスキル祭りがひどいことになっておりましたけれども、これはもうジャッジ君言うまでもないでしょう。ドーン！オーケー。さあ、今回、なかなかにこれは上出来な、ね、シューター扱いだったのではないでしょうか。バンナさん、今回はね、シューター頑張ってきますよ。4級の0です。素晴らしい。というわけで、今回はこれでおしまいにしたいと思います。おいでは、わたびことガルナでございました。いやー、もう一回、ちょっとシューターをね、使って動画を撮りたいかなというふうに思います。